ラスチ人教会。ラスチ人教会とは、1926年、大正15年に、宮沢賢治が、現在の岩手県花巻市に設立した私塾、あるいはその目的で使用された宮沢家の住宅建物である。私塾がこの名称で活動したのは、1926年8月から、翌年3月までの約7ヶ月であったが、本記事では、 その前後に、ケンジがこの住宅で、独居生活を送った時期全般について説明する。ケンジは1926年3月に、教員として勤務していた岩手県立花巻の学校、岩手県立花巻農業高等学校の前身を退職した。この退職の理由としては、複数の事情が挙げられているが、最も大きかったものは生徒に対して、農民になれと教えながら、 自らが放給生活を送っている天への葛藤であったと推定されている。同年4月より、実家から約1 5トル離れた花巻、川口町下、猫桜、現、花巻市桜町にあった宮沢家の別宅、建物については、工日を改造して、自給自足の生活を始める。4月1日付の地元市岩手日報には、 新しい農村を建設する花巻農学校を辞した宮沢先生という賢事の談話入りの記事が掲載された。同年夏、周囲の若い農民と共にラスシ人協会を設立した。協会とは言っても、実質的には賢事和人の手になる私塾である。設立日は旧本に当たる同年を8月16日とされた。賢事は昼間周囲の田畑で農作業に忙しみ、 夜には農民たちを集め、科学やエスペラント、農業技術などを教えた。また、それと共に自らが唱える、農民芸術の講義も行われた。この講義の題材として執筆されたのが、農民芸術概論功用である、詳細は後日。教会設立に先立つ五月から、賢治は、周囲の人々を集めたレコードの鑑賞会や、子供向けの童話の朗読会も始めていた。 さらに、ケンジは農民による楽団の結成も考えて、自らチェロを購入して、練習に励んだほか、親友の藤原加藤時、当時花巻高等女学校音楽教諭が、自分の甘ゆわ楽団のために作った、4人で迎え合って、使えるようにした、譜面台も借りて使用した。もっとも、ケンジ自身もチェロの技術はほとんど上達せず、楽団は、練習だけにとどまった。 この他メンバーが不要品を競売する一種のバザーも開いた。農管機に被服や食料、工芸品を製作することも機とされていた。1926年12月には、検事はチェロやオルガン、エスペラント、タイプライターなどの習得のために上京している。教会には、周囲の若い農民たちは集まったものの、それよりも、 年長の保守的な農民の理解はなかなか得られなかった。1927年昭和2年2月1日、岩手日報に農村文化の創造に、むムむナマキの青年有志が知人協会を組織し自然生活に立ち返るという紹介記事が掲載された。記事自体は好意的なものであったが、この記事をきっかけに若者に、 社会教育を行っているという風評羅賢治は、教会の活動に関して、花巻警察署長の伊藤義一郎による聴取を受けた。このため、賢治は3月をもって、教会としての活動を休止した。その後も賢治はこの別宅で、農業指導の活動を続けた。その一つとして、教会設立前より行っていた、農家に出向いての施肥指導がよく知られる。これは、 土地の状況を聞き、それにあった、肥料配合を決めるもので、肥料設計と呼ばれた。その模様は、春と修羅第三週に収録されたし、それでは計算いたしませうに伺うことができる。また、花巻温泉に就職した教え子からの求めに応じて、温泉の花壇設計を行ったり、教会に出入りしていた青年に制御を与えるために、レコード交換会を開かせたりした。これは、 失敗に終わった。しかし、1928年、昭和3年夏に高温で寒天が続いた中で、農業指導に奔走したことから健康を害し、実家に戻って療養することとなる。以後、独居生活や教会は再開できないまま、終わってしまった。2年余りの独居自炊生活時代について、三田宗介は、賢治の生涯を論ずる者の関心が、 この短い年月に集中している根拠を、ケンジが最もその思想を純粋に近い形で生きた年月であったからであり、その思想のうつぼ、強さも深さも限界も破綻もそこに凝縮した形で露呈しているからであると指摘している。なお、ケンジは実家に戻った後の1930年、昭和5年に、教会に出入りしていた人物に送った書簡で、ほとんどあそこでは、 はじめからおしまいまで病気、心も体もみたいなもので何とも見ませんでしたと、記している。また、金地さんと題した戯曲の構想メモには、あるショーブルジョアの長男を、空想的に農村を救わんとして放職する、農学校を尻ぞき村にて掘った手小屋を作り開墾に、銃。借罪によりて、老農芸術学校を建てんという、父と争う、互いに必ず骨位に去る。 という人物として設定している。堀尾聖子は、賢治の評伝の中で、前者について、個人の限界を嫌というほど知らされたことも確かであったろう。後者について、反省特重が込められていると記している。ラスの由来については、複数の説が挙げられているが、決定的なものはなく、未詳である。賢治が生前、花巻町を花巻というように意義は何もないと、 語ったという証言も残されている。一方、出入りした青年たちはもっぱら、農民芸術学校と自称したという証言もある。農民芸術概論公用は、賢人が教会での講義用として執筆した文章である。公用というタイトル通り、序論から結論に至る重症ごとに従業前後の短い命題によって構成されている。体系立てられてはいないものの、 ケンジが残した数少ない芸術論として知られる。ケンジは、花巻農学校在職時の1926年1月から3月にかけて、岩手県が農学校を利用して開設した、岩手国民高等学校、常設の学校ではなく、農村指導者を養成するための集合講座の講師を務めた折に、この文章に近い講義を行った。受講生の一人が、 法議録のノートを残しており、この文章の成立や意図を伺う上で貴重な資料となっている。また、評論家、室伏隆信の,のベストセラー、文明の没落や、ウィリアム・モリスからの影響が、研究者によって指摘されている。文章自体は生前は未発表で、没後の全集に収録されたが、1945年、昭和20年に検事の実家の空襲被害により、 走行は消失した。その後、賢治の講義を受講した生徒のノートをもとに、誤植と見られる箇所の補正がなされている。本文に含まれる世界が全体幸福にならないうちは、個人の幸福はありえない。まず諸共に輝く宇宙の未人となりて、無法の空に散らばろうといったフレーズを刻んだ文学費も複数ありする。 主に科学の講義内容を賢治が水彩画で描いた教材絵図が49点残されている。原子や雪の結晶、植物学や土壌学などを解説したものである。こちらも実家の空襲被害を受けて黒焦げに近い状態になったが、かろうじて消失は免れ、戦後に表具詞により修復された。その内容については宮沢賢治科学の世界教材絵図の研究、 地区署、1984年に詳しい。なお、同様の教材絵図を、賢治は、農学校時代より使用していたという教え子による証言が残されている。賢治の祖父、宮沢明助によって、1904年、明治37年隠居所として建てられた。木造2階建てで、1階は10畳と8畳の2室、2階は、床の松木8畳の和室となっている。 妹の宮沢俊が結核に侵されて亡くなる8日前まで療養所として使用される。その後、県事によって1階の10畳を集会場に使える近代的なリビングに改造の上ラスチ人協会として使用されている。県事の没後、人手に渡って現在の場所に移築されたが、1969年昭和44年に、 花巻農業高等学校の用地の一部として買い取られ、復元整備の上で、賢治先生の家ラスチ人協会として一般に公開されることになった。学校の事務室で鍵を借りて観覧が可能である。玄関横の黒板には、賢治の筆跡を模した、下の畑に入ります賢治の文字。復元整備の際に、弟の宮沢清六によって書かれたものが、 消えないよう農業高校の生徒によって上書きされ続けている記されており建物横には賢治が農作業の後に使用した手洗い場のあずまやも復元されている2007年に花巻農業高校同窓会100周年記念事業の一環として建物の手直しが行われたこの際1階の床板をすべて張り替えている一方 教会の建物がもともと建っていた桜町の跡地には、賢治の死去から3年後に、雨にも負けずの死費が混流された。1946年、昭和21年以降は、毎年、賢治の命日である9月21日に、賢治祭が開かれている。また、賢治が居住していた当時の井戸が残されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。